俺ネットで嫌われてると思い出した。あ、言ったっけ、あのさ、巨人の吉野部の悪口言ったやつ。ちょっとあいつの名前調べよう。なんて言ったっけ、あの夕刊富士のクソ記者、実名出して晒し上げてやんべ。マジでひでえこと言ってるやつがいて。あ、そうだ、笹森だ、笹森。でこの文章読むからさ、聞いて。もう野球興味ない人はもういいや、寝てて。前略高橋由伸様、これジャイアンツの監督ね。前略高橋由伸様、最も嫌われた夕刊富士の出禁記者が最後に送るメッセージ。あなたの最大の不幸は、巨人は3日、就任から3年連続で優勝争いに絡めなかった高橋由伸監督、43歳の退任を発表した。球団は来季続投を希望していたが、本人が辞意を申し入れた。就任当初から巨人担当として高橋巨人に密着し、汚い報道姿勢がゆえに指揮官から最も嫌われ、実は今年2月初旬から由伸限定出禁を言い渡されていた本誌記者が別れの挨拶を申し上げます。まずこの時点でクソ気持ち悪いじゃん。前略高橋由伸様、ついにこの日がやってきました。最後の最後まであなたが辞任を決断するに至った心境を語る姿や肉声に直に触れられずに残念です。秋季キャンプが始まって間もない2月4日、広報担当者からサンマリンスタジアム宮崎の一室に呼び出され、監督の会見や囲み取材に入るべからずと通達を受けました。誤報や名誉毀損に当たる記事ならば、すぐさま謝罪や訂正をして取材規制を解くために対応しますが、処分の理由は球団にとっていかがなものかと思われる内容だからというものでした。キャンプ前恒例の宮崎神宮への参拝を取りやめたり、初日の青島神社参拝に、好天でも詰めかけたファンにを顧みずに車で駆け抜けたりして地元民を悲しませていると報じたことが反感を持たれたようです。伝統球団しか持ち得ぬ価値を軽んじることは看過できず、報道に値すると私は考えていますから、対処しようにも平行線をたどるしかありません。まあここまではまあイライラするけど、まあまあそういう人もいるだろうな。それでも最低限の誠意は示そうと、監督が練習場まで一人で毎朝授業をしていることを知り、待ち伏せして1対1でお話をさせていただきましたね。これクソキメーじゃん。超絶キメーじゃん、まずこの時点で。超キモくない？監督が朝一人大事な時間でランニングしてて、いきなりわけわかんない記者が来て、ちょっと1対1で話しませんかって時点で気持ち悪いじゃん。お前のこと嫌いだよ、できんだよって言われてるやつが来た、気持ち悪いじゃん。男同士の約束なので会話の内容は捨てますが、その後の周辺に謝りに来たと思ったので、あれが一番ムカついたと。そりゃそうだよな、気持ち悪いよな、ストーカー。心底ショックでした。私を排除した効果もあり、監督を怒らせると謝罪に差し障る危機感から、あなたへの質問はどんどん差し当たりない、当たり障りのないものになりました。采配に関する質問すると、あなたはすぐ批判と受け止めて機嫌を損れますから、試合後の会見はすっかり形骸化、人ごとのようなコメントばかりでファンを失望させました。別に お前らのなんか、その吉野部の一言一言でファンを失望してね、ただ巨人が弱えからイラついてただけで、てめえらなんか関係ねえ、1ミリもバーカ調子飲んじゃねえ、おめえらが全身でもあんま関係ねえ、ジャイアンツファンむしろ喜ぶわ、おめえら死んだら。これだけ周りが気を使っても、9月19日には就任後初めて会見を拒否、12年ぶりにシーズン負け越しが決まった同日29日の試合後、記者が誰もその点を質問しなかった空気は異常です。苦言ばかりを書き連ねましたが、こうした悲劇はあなた以上に無理を言って監督を引き受けてもらったのに十分に支えてあげなかった球団や親会社に一番の責任があると思ってます。誰目線だよって感じだよな。なんかその意地悪されたから悪口で返してやろうみたいな。いやね、俺まずここまではぶっちゃけ怒、イライラしなかったので、正直ムカつくなと思ったけど、なんかまあまあそういう人もいるんだろうなと思ってたんだけど、俺一番ムカついた一言があって、まあまあそれがまだちょっと先に読まして、下準備もないまま現役引退即監督、経験不足は当然です、どこのメディアも1年間は温かく見守る構えでしたが、一方で私はサポート不足からが早くから気になっていました。1年目の開幕前に球団から4人目の野球賭博が発覚した際、他球団の監督の談話が出そろう中で、肝心の高橋監督は何もないような一言、それではこれでは悪い形で目立ってしまいます。もう吉野部から言えることなんか何もなくない？謝ってほしいの、高橋吉野部に。賭博したのってさ、俺その選手が謝るべきだけどさ、球団代表とさ、その当事者だけでよくない？なんで吉野部が出てきて何も関係ねえのにすいませんでした謝んなきゃいけないの？全然ムカつかねえよ。何もねえだろ言えることなんて、あいつらバカですよねって言うしかねえじゃん。しっかりフォローをと記事にしましたが、以降もメディア対応でのなんとかは後を絶たず、本人が気づかないなら誰かが助言してあげるべきでしょう。別の未来もあり得たはずです。あなたが監督して初出席した2016年ドラフト、監督は全球団のドラフト1位確定後に一旦囲み取材に応じ、全
指名終了後にもう一度総括というのが通例ですが、あなたは後者にさっきやったじゃんと難色を示しました。さっきやったじゃんね。たまたま居合わせた広報経験のある球団職員がドラフト2位以下の選手にもコメントが必要なんですと説き伏せると、年下の中堅でも渋々聞き入れて対応してくれました。対応してくれたらいいじゃんね。知らなかったならしょうがねえじゃねえかよ。監督が恥をかかずメディアやファンと良好な関係を築くという大目標に向け、こうした耳の痛い助言もひるまずにできる人材を球団が配置してやるべきだったと思います。昨年のシーズン終了報告後に囲み取材で私と激論になった際、まあ、この時点でさ書いてるけどさ、記者がさ監督と激論になる時点でおかしいんだよ。なんか俺間違ってると思うわ。なんかその野球の監督だから何言ってもいいって、人間なんだからさ、ムカつくこと言われたらお前来んじゃねえよって言うじゃん。何なんだろうね、巨人の監督。もうすげえかわいそうだわ、吉野部。こんな気違いに絡まれて。こっち死んでほしいよ、マジで。あなたは若手を起用して負けた場合の報道姿勢を正し、いや、そうだよな。勝つためにやってんだもんな。私が、ファンは若い選手を見たいんだと思いますよ。俺ファンだけど、若い選手が見たいんだじゃなくて、巨人が勝つとこ見たいんですけど。何てめえがファン心理分かってんだ。俺ジャイアンツ勝ちてるとこ見てんだよ、バーガー。間違ってんだよ。んなさ、全員40歳でも140勝してたら、全然もう、バザーイ俺、道頓堀飛び込むわ、そしたら。若い選手が見たいんじゃなくて、勝つために、そう、将来勝っていくために若い選手を育てるだけだって、何にも分かってねえのこいつ。これで記者とか言ってるのが俺恐ろしいわ。なんなら年寄りでも可愛いやついっぱいいたじゃん。俺安倍晋之助とかも普通に見たいんだけど、まだ若い選手は若い選手それでいいけどさ、若い選手じゃなくて能力の高い若い選手、成績を残す若い選手が見たいだけだって。ジャイアンツそんなやつ一人もいねえから。岡本出てきたからそうだけど、お前立岡とか、いや若いからって言うて立岡使ってたら俺マジジャイアンツファンなんか1秒でやめるよ。こいつバカなんだよマジで。私がファンは若い選手が見たいんだと思いますよと答えると、ファンのことは聞いていない、叩くか叩かないかと尋ねます。そうだよ、ファンのことは聞いてねえな。暴論だと思います。報道陣の先にファンがいるという終身名誉監督の教えはいつまでも実践されませんでした。報道陣の先にね、俺お前らのフィルターなんかどうしてねえ、俺吉野部見てんだ、てめえらなんか見てねえバカ。なんでお前俺の勝手にフィルターになってんの。もうびっくりしたんだけど。でまだここでも、まあそんなな、まあ俺の配信で取り上げるようなことじゃねえなと思ってたんだけど、今でもよく覚えています。1996年の春の神宮球場、早大1年生の私は初めての早慶戦で敵陣の主砲だった高橋由伸の圧倒的な存在感とまともな勝負ができない自軍投手の不甲斐なさに胸をかき乱されました。注目された進路はまさかの巨人、あなたの意思がどれだけ反映されたかは知りませんとか言わなくていいじゃん。要は由伸が親父の借金をジャイアンツが肩代わりしてもらってるから、そのジャイアンツをその1位指名したっていうのを言いたいんだろうけど、そういうのってさ本人がさ言えなくない？俺立派だと思ったんだよな。お父さんの借金肩代わりしてもらったから、じゃあ俺が親孝行でジャイアンツ入って一生懸命やるよって1年目から結果残したんだからさ、素晴らしい形じゃん。なんでそれをさなんか悪いことみたいな。3年前の電撃的な引退、現役引退と監督就任には番記者として接しましたが、こちらもあなたの意思がどれだけ反映されたかわかりません。ただ今回山口オーナーが説得した通り、続投要請を断って自ら身を引いたとすれならば、あなたは最後は意思を連れ、ね、あなたが最後は意思を貫けたということに敬意を表します。山口オーナーは高橋由伸はジャイアンツの宝と話しました。そうだよな。ならば球団にはもっと大切に、必要なら時に厳しく名監督へ育ててあげる覚悟を持ってほしかったです。長い年月と多大な金額を投じて積み上げた生え抜きスターのこっから、俺これがマジで納得できない。今までの全部の分はぶっちゃけどうでもいい。長い年月と多額な金額を投じて積み上げた生え抜きスターの価値はわずか3年で暴落って、なんで由伸の価値って暴落してないでしょ。監督としてのなんか才は非難されてるけど、プレイヤー高橋由伸は誰しも当時を知る奴らはそれを否定してる奴なんかいないって。そんなファン、由伸しっかりしなよてめえっていうのは監督高橋由伸に向けて言ってるだけであって、俺こういうことを言う奴俺マジで好きじゃないんだよね。あの松坂がなんか成績残せなかったら上西さゆりが出てきて、あいつはもうピッチャーじゃねえとか言い始めたり。ピッチャーじゃん、小学校1年生でもマウンドになったピッチャーなんだよ。もうこの一言でもう絶対この放送で触れてやろうと思ったんだよな。ファンはこんな吉野部は見たくなかったと深く気づいて、気づいてねえバカ、おめえのブログで俺は傷ついてるわ。
これもうね、俺ね、吉信やっぱ好きだからさ、俺こんな気違いは本当に、本当に気にしないでいいと思う。もうお疲れ様でした。あの、岡本和真を我慢して起用していただいて、本当に僕はもう感謝しかありません。よくぞね、苦しい。何年間ですか ?21 年間、ジャイアンツに携わっていただきまして、本当ありがとうございました。もう幸せでした。あなたのいた21年間、僕は本当に、もう感謝でしかありません。僕は。こういう声もあるということをね、由伸監督に本当に、嫌いにならないでほしい、ジャイアンツを。またいつかジャイアンツのユニフォーム着てほしい。松井監督で、由伸がヘッドコーチで、安倍晋之助がバッテリーコーチ、上原コーチがピッチングコーチ、西俊下守備、守備走塁コーチでやってほしいです。オーナーの再びジャイアンツのユニフォームを監督として着てくれることを願うという言葉をどう受け止めるかわかりませんが、ユニフォームを脱いだらまずはゆっくり休んでください。もう私に記事で叩かれることもありませんから。ふざけんなてめえこの野郎、笹森さとしてめえ俺の吉野坊よ。お前松井秀喜が唯一負けを認めた存在なんだぞ。てめえ俺のスターにクソ野郎が、おめえ何がてめえ私に叩く、お前俺あと15年てめえのこと叩くかんな。お前が吉、お前何年間吉野坊叩いた、3年吉野坊叩いただろ。俺もうお前のことあと3年叩き続ける。あれでしょ、笹森って牛肝富士のバカでしょつって、もうクソアンチだからな、俺は、龍冠富士の。お前人にやられてやる、お前自分がされたも絶対受け止めろよ。お前みたいな頭ありやつ、俺3年叩き続けるからな。おめえよ、そんなバカみたいなこと言ってるとよ。あれだよ、笹森みたいになっから気をつけろよって、お前にっかりすっかんな、俺。お前受け止めろよ。お前が辞めるとき同じ文書くからな。安心してくださいね。ゆっくり休んでください。もう僕でインターネットで悪口言われることありませんからって言うからな。お前それでなんか、それでなんか、訴えるとか言ってきたらマジ切れっか。お前吉野部お前ガチャガチャ言ってたじゃねえかって。っていう痛いジャイアンツファンの妄言に付き合っていただきました。ありがとうございました。いや、これジャイアンツファンいるでしょ。そんなさ、いや、監督として吉野部を批判してるんだったらまだわかるの。勝てなかったら、もうプロって結果が全てで、数字が全てだからさ、3年連続優勝逃しちゃったっていうのはさ、あれだけどさ、実績としてはさ、何も別に怪我してないよな。あんなすごい美しいジャイアンツファンは吉野部のとこ嫌いになってないから、またいつか現場戻ってきたな。こんな勇敢夫人みたいなバカ無視して、笹森聡本当にうぜえわ。絶対これで吉野部またふてくされてるの、こうやって小説書き始めちゃうじゃん。絶対小説書いてるぞ笹森へっていう。吉野部見てるか、俺はもう一生高橋吉野部ジャイアンツ信じてるよ。すごいね、俺腹立たしかったこういうこと書いてるやつ。逆にこんな記事で聞くようじゃダメだよ。いや、なんかでもネチネチしてない。いや、ネットの書き込みとかだったらわかるよ。この人ってバンキシャやってたんだよ。ダメじゃない、そんなやつ出禁にした吉野部って。俺才能あると思うの。こんな気違いを、あ、こいつ気違いだ、出禁にしとこうっていう、俺監督の才能あると思うんだよね。俺経験値が足らなかっただけで、見る目あるじゃん。こいつ5年前にナンジェの嘘コピペ信じて記事にしてる本物のクズ。なんでお前そんなやつに吉野部の悪口言われなきゃいけねえんだよ。そんなやつに2チャンネルで得た情報を記事に載せるような気違いに、吉野部俺のスターの悪口言われなきゃいけねえんだよ。ほんと腹立ったわ、なんか久々腹立ったわ。そのジャイアンツのことになるとちょっと俺振って低くなるからさ。ね、もうちょっと吉野部監督見たかったけどな、本当に。腹立ったんですよ、僕。あんまりこういうこと言わないんだけど。アンチ巨人が巨人の番記者になるのは、そこでも、
アンチの趣味炸裂させるのが異常、なんか支援だと思っちゃうよね。嘘でもさ、いやちょっと敵になってしまいましたけど、本意ではなかったんですね、僕は本当に応援してました、お疲れ様でしたって言えばいいじゃん。ほら売り正しいでしょな、俺の言ってることあったよな、吉田部お前なんかほんと2チャンネルのさ、最下層の奴らみたいな感じじゃない？ 2チャンやってる中でも最底辺の奴らの、俺な、言っただろな、俺は俺のことね、番にした、米番にしたあいつ、な、言っただろって。おめえなんか何も関係ねえ、吉野部が退任したのは、成績上げられなかっただけなんですけど。なんで笹森気色悪い、お前。40近くなって。緑さんみたいなこと言うな。お前ニコ生やれや。ほんと気色悪いから。仮面かぶって。AV 男優やれ、似合ってるよお前。俺が言うからいい先輩紹介してやれよ、横山みどり弟子入りしろ、似合ってるわ。暗黒法則受け継げよお前が。しかもなんかさ、その野球版のやつだって悪口書いてるけど、やっぱ愛があるわけよ。あの金本の悪口言う時も、吉野部の悪口言う時も、裏側にやっぱ愛情があるのは、やっぱこの人ってさ、支援、憎しみじゃん。私を出禁にした高橋由伸監督へなんて言わねえから、普通。愛は感じるわけよ。俺が応援してる悲劇のチームが勝てないっていうことに対する苛立ちって、もう愛情の裏返しだから。勝ちゃみんな褒めるから。好きがゆえの悪口なの、結局。金も叩いてるやつも。やめさせろよ、やめさせろよっていうのは、勝ってる阪神見たいからっていうことじゃん。でも中日は5位でもようやってるって言われてるぞ、優しくていいじゃん。俺ね、これは本当にね、愛のない記事だなと思ったな。なんか久々にこういうの見たなと思った。よかったよ、これ松井秀喜だったらニコ生で本当にやってたわこれ。松井秀喜に対してこれ同じことやってた。俺多分本当にマジで聞いてたわ。お前さ、マジでふざけんな。俺ちょっと夕刊富士に今からちょっと電話していいか。俺悪い、こんなことしねえけど、俺本当に納得できねえっつって、俺ニコ生中に俺電話したと思うわ。あの、笹森さんにちょっと代わってもらっていいですかって、僕今生放送やってるんですけど、って取材を申し込みたいんですが、出禁にしないですよねって。俺ちょっと許せなかったね、これは。